ます。はい、どうもこんにちは。今回はデトロイトビカムヒューかぶってるわ。続き回かぶってるわ。おい。ごめんごめん。かぶごめんて。ごめんて。ごめんごめんごめん。ごめんて、タイミング悪かった。ごめんて。続きからかぶってるって。まあまあ前回とりあえずまあいろいろあったわけよ。いろいろあって、まあ時間の都合上無理やり切ったんで、かぶってるって。無理やり切ったんだけど、そのまあ、マーカスからね、始まるわ、今から。はい、すいません。そう、マーカスがおっしゃったんだよ。変異体アンドロイドがデトロイトで化学兵器を起爆しました。この爆発により、来た。デトロイト市内に致死量の有害物質が放出されました。まあ、前回ここまで見たんだけどね。まあいいかなと思って始めたわ。軍が爆破地点から半径80キロ圏内に住む全市民を避難させています。町は今後10年にわたり移住不能となりでしょう。居住だった。変異体は市内にあるサイバーライフのアンドロイド生産工場を制圧し、格納されていた100万以上のアンドロイドを解放したと見られています。アメリカ合衆国の歴史が始まって以来初めてで、我が国の都市が敵の手に落ちたのです。我々は持てる力の全てを尽くして戦い、そして必ずやデトロイトを我々の手に取り戻し、敵を根絶やしにすると誓います。国は今三の重要な戦いを迎えようとしています。勝利なくばも我々人類のつながる戦いです。やったぞ。三と俺たちはアメリカに神のご加護があらんことを。やったー。でもまあ結果としてもこうアンドロイドの街ができるわけだからね、デトロイトは。でもさ、今回ちょっとさ、多分終わるんだよビカムヒューマン、多分。あ、カーラ生きてんのお前。え、絶対死んだと思った、前回。カーラまだ、ごめんって、もう俺の選択が間違ってた。あのね、チャプターで見たけど、そもそもバス停に行ったことが成功じゃなかったのよ。カーラ、ごめんって。そうよ、着いたの。多分ね、多分ここで、二人死ぬんじゃないかなって。隠れなくていいの。家族になれるんだ。アリスもね、前回撃たれてたんだよ、流れ弾で。ねえカーラ、私眠い。ごめんって、もう幸せな家庭築きたかったよ。ママアリス、生き続けられんの？続けられるなら俺続けたいけど、生き続けられんの？彼でもだってほら、部品破損してんじゃん。いや、アリスは連れていくよ、生き続けられんなら。生き続けられないんじゃないの？カーラも限界来てんじゃないの？え、連れて行こうよ。あれ、これ動けるまさか。ああ、違かった。カーラ大丈夫だったんだ。てか俺完全に俺無理だと思ったよ。いや、アリス連れて行こうよ。カーラ臨終でもよかったけどさ。いや、まあカーラの人生だけでもさ歩んでほしい。あれ、誰？いや、ごめんって、もう俺めっちゃ幸せな家庭築きたかったのに。たぶんバス停を遠回りしたじゃん、俺。え？
いやいやいや、ちょ、俺まだコナン見てないって。コナン最後あれじゃないでしょ。いや、そう、あのね、まずね、まず整理するよ。まず整理するんだけど、あの、遠回り選んだじゃん、俺。そう、遠回り選んだことが、あ、なんかそもそも、あの、国境を越えるバスに乗れなかったらしいじゃん。あの分岐って、遠回りした結果が、なんか、あの、バスに間に合わなかったって出てたんだよ、フローチャートで見たら。だから、あそこでも遠回りしたら、まあ、ああいう未来しか待ってないってことだったのかもしんない。うん、まあ、安全策を選んだんだけど、まあ、このゲーム多分基本的に俺も難易度下げたから、あの、ボタンさえ見せらなければ多分、どんなに難しい道でも、行けるから、まあそうだな、次回は、あそこ最短ルートで行くかなって感じかな。まあ、てなわけで、とりあえず、まあ、まとめに入るけど、いや、マーカスもわかる。カーラもわかる。でもカーラもわかんないけどね、あの車何だったのか気になるし、コナーなんかさ、もっと謎でさ、あの、兵士を解放して終わりみたいな、コナーとハンクのさ、会話とかもなく終わったから、ちょっとよくわかってないんだけど、まあ、この後にあるのかな、わかんないけど、まあ、デトロイトビカムヒューマンについて、まあ、この後ストーリーあるんだったらちょっとまだ喋れないけど、いやーねー、いや、俺、カーラ、金髪にしてないよ。おい。どういうこと？もう金髪にしてないよ、俺。いや、そのね、やっぱすげえゲームだなっていうのは正直な感想。もう正直。散々さ、やっぱその、まあ、神ゲーじゃないけどさ、まあ、言われてたじゃん。いろんな 方面から。やっぱこのゲームはやべえ、みたいな。このゲームやべえよ、みたいな。で、発売したせ、お、出た。銀行強盗パターンだ。その発売したすぐの時っていうのはいろいろやっぱ出たわけなんよ、いろいろ。まあ、動画にもあると思うけど、他の方の動画とかでも、あの、例えば、デトロイトのまあこういうストーリーの終わり方とか、こういうストーリーの終わり方みたいな動画もいっぱい上がってんの。その、そう、クリア後のね、画面だけの、クリア画面だ、クリアのパターンをね、やっぱいくつか動画が上がってんだけど、それぐらいやっぱ盛り上がってたのは盛り上がったゲームなんだけど、やっぱね、本当にやっぱね、みんなが惹かれる理由が分かったというか、俺もやってみて、あのね、他のゲームだったらあんまり、なんか、コンプリートっていうか、そこまで やろうとは、あんまり思わないんだよ、俺正直。あんまり思わないんだけど、このゲームに関しては、多分やるもん。あの、フローチャートを全部埋めようかなっていうぐらいの勢いだから、正直。そんぐらいなんていうの、やっぱ引き込まれるっていうか、まあ、そのアンドロイド、あ、まあ後で語るわ、また。ああ、こっから。そのとりあえず、そのやっぱ、なんて言うんだろうな、て、あれなんて反省したんだっけ。いや、てかさ、そのさ、順を追ってさ、感想言っていくとめちゃくちゃ長くなっちゃうから、全体の感想で言うとやっぱね、すごいゲームだ。何がすごいかっていうと、やっぱね、引き込まれるっていうのが正直、なんで、結論。引き込まれる方がえげつない。結論から言うと。まあ、今回、まあ、その、主役がアンドロイドっていう視点なんだけど、その、まあ、俺別にそこまでアンドロイドと身近な生活してないんだけど、なんか、考えさせられるよね、本当に。人間だ、まあ、仮に、多分、デトロイトの主人公が人間であっても、まあ、デトロイトっていうゲームタイトルではないけど、なくなっちゃうけど、主人公が人間でも、このゲームの作りは多分惹かれると思うし、でもそれがさらに、なんていうの、主人公が、アンドロイドっていうことで、またこう、なんか選択に深みが帯びるっていうか、うん、なんか、ここでじゃあ、アンドロイドを救うか救わないかとか、ここで人間に対して反逆、ね、反抗するかとか、なんか、やってる俺は人間なわけじゃん。ってなると、なんか、すごい、考えさせられるっていうか、うん、まあ、人間を自分の手で倒すっていう、でもそれはアンドロイドとしては良くない行為であって、なんかこう、まあ、結果として俺は全部変異させる道を選んだんだけど、その変異させない道も選べるわけじゃん。まあ、おそらく多分もうすぐ終わってると思うけど、ゲーム自体は。それだったら。でもなんかこう、すごい考えさせられたゲームだなっていうのは思うし、あとなんだろうな、あとゲームシステム的な話するとね、やっぱその、まあ、ボタン操作はまあ俺難易度下げたから、まあそこまで難しくなかったんだけど、
ボタン操作の緊張感もそうだけど、あとまあ選択肢、選択肢はやっぱ醍醐味だったなと思うわ、本当に。だってさ、全部の選択肢を選ばせる時間ってないんだよ。デトロイトのゲームや見てたら思うかもしんない、わかると思うけど、例えば3個あったら2つしか聞けないとか、2つ選んだらもう時間終了みたいなこと平気だったから、なんかなーって、見落としとかいっぱいあるんだろうなーって感じだし、でその選択次第では言ったらゲームが分岐していくわけじゃん。なんかそう考えるとまたこう深いし、あとやっぱね、時間制限もね、リアルだったなと思う。あれ、時間制限がなかったら多分ね、結構すごいあっさりしたゲームになってたと思うんだけど、時間制限があることでなんかこう決断をしないといけないんだなって俺自身もすごい思わされたし、まあその結果無理だった決断もあるんだけど、誰だっけちょっと名前が覚えられないんだけど、あのマーカスの仲間の女の子、あそこを救うか救わないとか、結局時間制限に負けたから俺が選べねえ選べねえっつって結局選べずに終わっちゃって、まあ、そういうこともあったりとかしてね。やっぱあとはね、やっぱちょくちょくこのゲーム始まる前に案内人のアンドロイド、ごめん名前また忘れちゃったけど、その子がさ言ってくるわけよ。あなたの選択でアンドロイドの命が消えるか消えないか決まるんですよみたいな、あなたの選択で一人の命がなくなりましたとか言われて、なんかこう、あーやめてよってなるのよ本当に。あーもうだって無理だったじゃんなのって。でも本当にね、こう人によって変わると思うし、まあ俺はこれからは本当になんていうの、選んでない選択肢を選ぶっていうゲームが始まるんだけど、これから俺がやるときはね。ただやっぱ一周目はやっぱりね、もうやる人の個性が全開というか、この人がどういう性格で、このゲームをやる人がどういう性格でどういう選択を選んでっていう、その過程も分かっちゃうから、すごいなんか深いなっていう。俺もなんか安直に動画撮っちゃったけど、まあこの動画が、この選択が言ったら今の俺の人格だから俺の人格なんだよ、もうこれが。この選択を見たことでもう俺の人格、そう、俺がもし主人公だったらこういう終わりを迎えてたっていうことが分かるわけだから、なんかすごい、そういう意味でもね、だから本当やっぱね、なんて言うんだろうね、まあ、さっきも言ったんだけど、アンドロイドが主人公じゃなくて人間が主人公で、こういうゲームの作りでも俺は正直すげえ感動したと思うんだよ。だからなんて言うんだろう、相当時間かけて作ってきたんだなってのは感じる、マジでまあデトロイトのゲームっていうのは、まあ、確かにグラフィックがすごい凝ってるなってのは、まあ、もちろん分かってると思うんだけど、俺多分このストーリーとか作るのも大概時間かかってると思う、本当に。そんぐらいね、なんかすごかったまだ終わらないから、キャラで語っていくとね、俺が個人的に一番好きだったのは、まあ皆さんもね、もしかしたらお気づきかもしんないけど、まあカーラだわ俺のお気に入りはカーラだわ、本当に。またそれもいいよね、やる人によって、そのカーラ、マーカス、コナーの誰が好きかってのが変わるってのもまたいいよね。俺はカーラだった、本当に。なんかその家族としてのアンドロイドが感情を覚え始める、変異し始めるだけじゃなくて、そこから家族に派生するっていう、そんな流れを見ててすごいなんかこう、まあ、心に来ちゃったっていうか、それがあって本当に良かったなーってのはあるね。まあもうなんかもうこのキャスト見て終わりそうだなと思って、すごい今焦っちゃって、すごい適当になっちゃったんだけど、俺はカーラだった本当に。なんか、まあ、確かに前半戦すごい苦しい、まあ最後まで苦しかったかな、カーラは。ずっとこう、なんか人間の悪いところにさ、すごい責められてっていうか、ねえ、人間の嫌なとこをずっとカーラは一対一で過ごしてきたけど、まあ、それでもやっぱあの家族らしさとか、カーラが成長していく姿とか見てたら、なんかすごいこもっちゃったなってのはあるね。まあコナーとマーカスに関しては、まあマーカスも結構俺好きなんだけど、コナーがね、やっぱあんまり、言ったらブレブレだったからなんかコナーみたいな、そのすごいなんていうの、すごいなんか冷静じゃないけど、
すごい残酷でも冷静なコナーとしての姿で俺はやってこなかったから、コナーらしさみたいなのを俺はあんまり感じられてなかったから、そういう意味でちょっとコナーは正直なとこあんまり思い出ない、思い出にはてかマーカスとカーラーに比べたらあんまりないんだけど、でもそのハンクとのやり取りだったりとか、そういうなんかねハンクとのやり取りとかもコナー良かったなーって、あそこの選択とかさ、なんかコナーにもこう情が入っていく感じっていうのは感じられたし、そこは良かったなと思うし、でも逆にマーカスは、マーカスもすごかったよな。最初俺がのカール爺さんの家で働いててさ、孫を飛ばしたらさ、打ちどころ悪くてさで警察に始末されて、でそこそのマーカスっていうのはそのカール爺さんで働いてた温かい家庭を家庭で過ごしてたマーカスっていう絵と、あの廃棄場に送られたマーカスっていう絵と、その後革命家として歩んでいくマーカスっていう絵っていう、マーカスは本当になんかこう激しかったなと思って、この上下がすごいなんかいろいろなストーリーがあったなと思うし、で後半のマーカスにスポット当てていくと、やっぱりその革命ってのは何なのかっていう、チームリーダーとは何なのかっていうのも正直考えさせられたなと思うし、うん、まあまあ、あとキャラ全体に言えるんだけど、ここを行くべきなのか、それともここは見捨てるべきなのかっていう決断っていうのもあったわけじゃん。まあ主にマーカスが多分結構あったのかなと思うんだけど、やっぱそこの選択も結構しびれたなっていう。マーカスなんだろうな、まあやっぱカーラかな俺は。だからこそあのカーラの終わり方だけはちょっとやっぱこう心納得できないというか、マーカスは、まあ、結果としてはアンドロイドが勝ったからマーカス的にはいいのかなって思うし、まあ、コナーをまあ死なずにハンクと分かり合って倒し終わったから良かったなって思ったんだけど、やっぱカーラだけはちょっとまだ名残惜しい。じゃあカーラはちょっとまだあれだわ。あ、なんかトロフィーってゲットした。カーラはちょっとまだ納得いかないな。アリスが死に行く。あ、カーラ生きてんだ。じゃあカーラ生きてんだ。カーラ生きてたんだ。みんな上手くないなんでみんな攻撃に成功してんの？は？みんな上手くない？だってほら、店内一人きりで兵士が店を包囲しないパターンもあるんでしょ？は？どういうこと？あれか、他のルートから引っ張ってこないといけないのかな？爆弾起爆したの 2% って。ごめんって、確かに日本人として核兵器を起動することはどうかと思ったけど、俺も心の中で今思えば、化学兵器を押しちゃったなと思ったけど。ごめんって。それもやりたくてやったわけじゃないもん。このゲームとして、マーカスとして、生きるためにはどうしようかって結論があれだったから。マーカス更新。あ、更新ね。はい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 。あっちの選択肢ね。ほら、でもあっちほら、あんまり分岐しないもん。ああ、ここで分岐する。いや、これあれだな。選ぶだけだな。更新で成功したのかな。まあ、次回更新選んでみるけど。まあまあ更新選んでみて、見てみるけど、更新で成功する未来は見えないんだよな。だって更新した結果弾圧されたじゃん。だから、どうなるんだろうね。コナー最終任務。あ、これがあれか。マーカスに行かなかった場合のコナーか。マーカス側に寄らなかった場合のコナーがこっちなんだな。で、これがマーカス側にいたコナーだよね。戦って、勝って、で警備排除した、変異始めた、人質取られた、ハンクを救った、銃を抜く、コナーを撃つ、戦う、あいざあざあざ、スモーコール、はあはあはあ、あ、やっぱそうだよね、やっぱみんな行くよね、そこは。カーラだよ、問題は。これリコールセンターがあれか、バスで成功したパターンかな。さあ、先を急ぐ、ここなんだよ。これが、ほら、ここ。じゃあ、こう、検問所から迂回する結果、ほら、見て。間に合わなかったって書いてんの。
間に合わなかったっていう描写なかったから、間に合ったつもりだったけど、これ間に合ってないんだよ。え、間に合ってないけど、そうだ、もう最終的にバス停だな、でもこれ。どういうこと？え、最終的にバス停に来るけど。あ、じゃあ関係なかったのかな？結局、あれだったのかな？ここであれだね、チケットだから、あの家族に返さなかった場合、まあ、平穏なね、生活を送れたのかな、こっちで。比較的。で、ここだよな。川の温度を調べる18番。はい、来ました。はい。よく気づいたわ、俺。てかね、デトロイトそこなんだよ。そういうのがあんだよ。R1 っていう。R1 で見えるとこがあったりするから、そこがね、結構見落としてんじゃないかなっていう。隠れる 3%。あ、でもどれ選んでも。いや、でも1個だけ死ぬのはあれか。川に飛び込むか。それ以外じゃ大丈夫だったな、どれ選んでも。アリスが怪我をした。これさ、アリス怪我したってこれランダム？まさか。でも、ぽいよね。ランダムっぽいよね、なんかね。ポーとか沈まじる。でもなんかあと1個忘れてる俺。どれだろう。ポートが軽くなる。飛び込む。ボートでカナダに向かう。アリスが損傷したったん。生き続ける。アリスが死に、カーラが一人になった。いやー、そっかー。コンプリートに不要。コンプリートに不要って何？コンプリートに不要な選択肢選んだの俺。は？まあ。で、これがあれか。リコールセンターって何なんだろう。ただ、あんまり分岐してるね。分岐してるね。え？分岐してるね。こっち見たいな、河原。どうなんだろう、これ終わんのかな。行こうか。は？出てこない、あれが。あなたにお伝えしたいことが。はい、お願いします。物語を見ていたら、不思議な感覚に襲われて、はい、初めての感覚、まるで心を持ったような。変異してるのかお前も。自分が一体何者なのか確かめに行きたい。でもここを去ればあなたにはもう会えなくなるけれど、私は行ってこい。自由になれる。お前の自由選べ。お前はお前の生活歩め。行かせてくれますか。俺のことを気にすんじゃねえよ。私を解放しますか。他人前だら行ってこい早く。このことは決して忘れません。お前の道を探してこい早く。ありがとう。このゲームやっててお前行くの。行った。へえ。でもホーム画面で見えなくなっちゃうもん。これこれで終わるっていうのも粋なんだよな。散々こう、アンドロイドの変異を見せつけられたゲームプレイした奴らがさ、これで解放しないわけないでしょ。いやー、まあ、てなわけで、なんか唐突な終わりを迎えたんだけど。なんかもう、なんていうの、がっつりエンディング書かれてさ、泣く準備してたのにさ、なんかすごいあっさり終わって、俺が当初予定してたよりも早く終わっちゃったんだけど、動画が。いやー、まあでも一応、まあ予定として多分ね、2週目を、まあ、やろうかなってとりあえず思ってて、で、2週目は、まあ、生放送できたらいいかなって、個人的には思ってる。3週目以降になると、ちょっとゲームの妨害になっちゃうから、さすがにね、ゲームコンプするところを収めちゃったら、あれじゃん、もう買わなくなっちゃうじゃん、みんな。だから、2週目ぐらいまでちょっとやろうかなとは思ってる。ただ、いやー、もう、最初から語っていったら、めちゃくちゃ語れちゃうから、まあ、今回はね、さっきのスタッフロールで語ったぐらいを感想として今回は終わろうかなと。デトロイト・ビカム・ヒューマン。いやー、本当にいいゲームだったと思う。このゲームをちゃんとやって、面白くないっていうやつは多分いないと思う。なんかそう、よほどね、よほどすごいゲームしかやったことない人だったらまだわからないけど、まあ、普通の人だったらもうね、みんな多分これはすげえゲームって言うわ。まあ、とりあえずじゃあデトロイトビカムヒューマン、ゲーム実況プレイ、今回で終わろうかなと思うわ。じゃあ、ありがとうございました。